北米デキの歌でぐすうじさびら。はい、ラジオ聴きの皆さん、こんばんは。北米デキの歌でぐすうじさびら、5月20日金曜日、第138回目の放送でございます。5月になってからですね、生放送は今日が、久しぶりなんですけども、先週はちょっと、お祝いがあってですね、番組お休みさせていただいたわけなんですけども、久しぶりの生放送ということで、今日も元気にここ FM うるまから、うるま市、そして沖縄県県外の皆様にですね、奥米デキの歌でぐすうじさびらをお届けしていきたいなと思います。今日も皆さんからのメール、ファックスお待ちしておりますよ。メールアドレスは 868@fmurma.com 868@fmurma.com。 ファックシミリは098-965-4868 番、098-965-4868 番でお待ちしてます。奥米デキの歌でぐすうじさびらってまでよろしくお願いします。この番組はカフェ&バーカラーの提供でお届けします。はい、始まりました、奥米デキの歌でぐすうじさびら。5月20日金曜日、第138回目の、放送です。花の金曜日ってことで、もう1週間仕事お疲れ様って感じで、今休みながら、酒ごはん飲みながら聞いてる方も、これから出勤ですっていう方、またね、車運転しながら聞いてる皆さんもね、時間の許す限り最後までお付き合いしてほしいなと思いますが、9時25分までの、番組です。最後までお付き合いください。さて、沖縄も梅雨入りしましたけどもね、ハッピーバースデーツーユーっていう感じですね。実は昨日5月19日、奥米秀樹、ついに26歳になったんですけどね、たくさんの皆さんから、メールなり、またインターネット、フェイスブックかなり、いろんなハッピーバースデーのメッセージいただいてですね、本当にどうもありがとうございました。フェイスブックにコメントをいただいた、皆さんにはまだ返事返してないので、ちょっと明日あたり、愛を込めて返していこうかなと思いますのでね、しっかり、見てますので、よろしくお願いします。はい、26歳になってね、特に何か変わったっていう感じは今のところは何もないんですけど、なんか年々 Facebook でも書いたんですけど、なんか年々年をこう重ねていく度ごとに、なんか自分の身の回りいろんなことがやっぱりそれだけ起きていって、少しずつなんかやがましいっていうか、うるさいっていうか、なんかそういう感じに、慌ただしい感じになってきておりますが、まあ今年も26歳も、さりげなく奥米秀樹らしくですね、突っ走っていきたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いしますっていうことで、ね、今日も弾き語りしながらやっていこうと思いますけど、今日は神奈さん休みなんで、一人でございます。だから皆さんのメールやファックスがもう本当に、欲しくてたまらないという感じですのでね、よろしくお願いします。メールアドレスは 868@fmurma.com 868@fmurma.com にて、奥米デキの歌でぐすうじさびら宛てまでよろしくお願いします。さあ、メールが来
てますよ。はい、久しぶりにメールが来てます。かなさん、おくまさん、こんばんは。はい、今日は一人ですけど、こんばんは。今日も聞いてますよ。5月のね、11日の名護のライブに行きましたよって。 ありがとうございます。そう、5月の11日に名護、シロでですね、ライブカフェシロで、元トンボちゃんの、市川芳光こと四保さんと、モンタ&ブラザーズのギタリスト島周一さんとですね、ジョイントでライブしてきたんですけど、はい、11日のライブに行きましたよ。私の後ろの席に座ってるお客さんが、石川の街がと口ざんでいましたと。はい、そうなんですよ。歌ったんですよ。CD 欲しいなぁと相棒に話しているのが聞こえました。私も CD 欲しいです。出来上がりを楽しみにしてます。昨日5月19日26歳おめでとうございます。体調に気をつけて活動を期待してますよってことでありがとうございます。そうなんです。昨日ね、26歳になったんですけども。5月の11日ってことは、先週の水曜日、5月11日、先週金曜日に、そう、トンボちゃんの四保さんと、一緒にライブ、名護やってきまして、結構お客さんも平日なんですけどね、入っていて、トップバッターで俺は歌わせていただいたんですけども、やっぱりね、名護には名護のこの雰囲気がやっぱりあって、そんな中で石川の歌歌うのはどうなのかなっていうの感じもしたんですけど、いや、まあこうやってラジオもやってるからってことで宣伝も兼ねてですね、やってまいりました。嬉しいですね。でもこうやって口ずさんでなんか覚えて帰っていくみたいな、嬉しいです。ありがとうございます。そう、 CD のね件も触れてますけども、ゴールデンウィークの連休にですね、一応ちょくちょくまた作業を進めてきましてですね、もうちょっとでできそうな感じなんですけど、まあ年内にはおそらく間に合うと思います。いやいや、じゃあ26歳になって最初の放送なんだ今日は。26歳も頑張るぞっていう、そんな思いを込めてですね、一曲ちょっと使ってるギターがあるんですけど、ギター3本持ってまして、ずっと高校の時から使っているギター、これね、アスカちゃんっていうんですね、勝手に名前つけて、で、最近ライブでいろいろ持ち歩いてるのが、アイリちゃん、そして、一番お家で弾き語りしたり練習するギターが、メロディーちゃんっていうんですけどね、この一番の彼女のこのアイリちゃんギターが5月に入ってこの湿気の関係で割れちゃってですよ。割れてもう今修理に出して見積もりを、待ちっていう感じなんですけど、だからもうこれからはちょっと当分は、メロディーちゃんとアスカちゃんで回さないといけないなって思ってますけど、今日はそのアスカちゃんを連れてきたんでね、それじゃあ26歳最初の放送ですが、26歳も自分の人生を一生懸命前向きに進んでいくぞっていう思いを込めて、弾き語りで一曲歌ってみたいと思います。この道、まっしぐら歩
始めよう、その先へ歩けば見つかる夢の花、進めば近づく夢の花。通り過ぎたあの日の風は今はどこにもないんだから、過ぎた昔にすがりつくよりはまだこの明日を追いかけてやる。好きで選んだ道だから、なるべく弱音は吐かぬよう、被害者ずらしたが奴よりも一途に生きるお前が好き。現状維持などさようならさが、一日一歩少しずつ歩け歩けよ、踏みしめて進め進めよ我先に。歩け歩けよまだ選挙ありがとうございます。はい、はい、お届けしたのはこの道って歌ですね。これはもう俺はいつも自分の中で、ずっと歌っていきたいなと思って、2012年だから今から、4年前にね、作った歌なんですけど、このライブでももういつもだいたい最後に歌ったりするんですけどね、26歳もまた、そう全力でじゃなくてちょっとさりげなく突っ走ろうかなと思いまして、その一歩になるためにですね、歌ってみました。この道をお届けしました。明日、5月21日は第3土曜日ということでですね、実は明日もライブがあるんですね。明日は毎月第3土曜日、ヒローズアコースティックナイトということでですね、ここ地元うるま市石川、ライブあミュージックスポット、ヒローズプレイスにてですね、明日は毎月第3土曜日の定期ライブでございます。オープン時間が8時、スタートが21時9時となってます。ライブチャージは1000円、ワンドリンク付きとなってますので、ぜひまた皆さん明日もですね、誕生日プレゼントも添えてですね、奥間秀樹そしてカンナさんと一緒にライブするので、また皆さん遊びに来てください。ミュージックスポットヒローズプレイス、明日
5月21日土曜日、行います。お問い合わせ番号は090-3199-0437、メモの準備はよろしいでしょうか。明日のライブですね、ミュージックスポットヒローズプレイスの、お問い合わせ番号は090-3199-0437となってますので、ぜひ皆さん明日遊びに来てください。8時オープンの9時スタートです。よろしくお願いします。場所はうるま市石川、この石川の繁華街の、道のですね、居酒屋五の井、そこの2階になってますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。 OK。 じゃあね、なんか言うことあったんだけどな、何だったかな。あれかそうです。まあ、まだまだ先のことなんですけどね、この5月中にちょっとあることが決まりまして、ちょっと報告をしておこうと思うんですけど、9月、まだまだ先ですけどね、9月にですね、大変長らくお待たせしましたって感じで、九州、俺のもう第二のふるさと、九州は大分県、大分市、別府市とですね、九州ツアーが決まりましたので、9月17日18日と決まりましたんでね、そこもぜひですね、皆さん足を運んでいただけたら嬉しいなって思うんですけど、3年ぶりの大分九州ツアーですので、懐かしい歌歌ったり、また沖縄に帰ってきてから作った歌を歌ったりね、してみんなでやっていきたいなって思うんですけど、9月ですね、9月17、18は九州ライブも決まったり、本当にね、26歳頑張っていきたいなと思っております。 OK、 じゃあ次の歌を行ってみようかなと思う。そう、今日はじゃあちょっと道をテーマにね、一つやってみたいな。来月はちょっと雨降りの歌とか梅雨っぽい歌をちょっとジメジメと歌っていきたいと思いますが、じゃあもう一曲、これは今年になって作った歌ですね、泣いたり笑ったり、また泣いたり笑ったり、そんな繰り返しでもなんだかんだ言ってるうちに日は昇るんだから前向きにねっていう、そんな歌です。やつらはいつの日もああ白こう白いばるけど、そんな時は聞いてるふりしてさ生きようね。上がりもしない標識に惑わされないでね、心の目ん玉パッチリ開けて生きようね。通り過ぎた昔にすがりつき生きるのはもう今日
の日も白子白いばるけど、そんな時は聞いてるふりしてさ、生きようね生きます。誰が渡すもんですか、心は一体誰のもの、そうさ心は俺のもの、心は俺のもの。泣いて笑ってべそかいて、夕焼け小焼けで日が暮れる。そしてそしてそして、なんだかんだ言ってるうちに日は昇る、日は昇る、日は昇る。ありがとうございます。イニミニマニモーっていう歌を、歌ってました。ありがとうございます。おっと、今日はメールがよく来ますね。はい、メールがまた来てますよ。こんばんは、こんばんは、こんばんは。私も先週、名古屋でのライブ行きましたよとか。おお、ありがとうございます。やっぱり生で聴く歌はいいですね。ありがとうございます。そうですよ、生で聞くといいんですよ。それから誕生日おめでとうございます。26歳も充実した1年になりますようにということですね。メールいただきました、ありがとうございます。そう、やっぱり生で聞く歌はいいですよねって。そうだよ、明日ライブまた来てくださいね。明日は定期ライブってことで、石川、ヒローズプレイスにて、行います。スタート時間が9時、オープンが8時となってますので、チャージは1000円、なってますんでね、皆さんぜひ遊びに来てください。残りはじゃあ、また明日ってことでね、そろそろ時間も迫ってきたので、終わりたいと思いますけども、いやいや、でもね、26歳、本当まだまだ頑張って、突っ走っていかないといけないなと思います。またね、明日もライブがありますので、今日はこの辺で、お別れっていうことですけども、明日、もう一度、宣伝させてください。明日、5月21日土曜日、毎月第3土曜日の定期ライブが、うるま市石川ヒローズプレイスにてあります。オープン時間が8時、スタート時間が、9時となってますので、皆さんぜひ、友達連れて、恋人を連れて、おじおばも連れて遊びに来てください。明日もね、精一杯生歌歌ってやっていきますので、よろしくお願いします。今日は皆さん、バースデーメッセージやら何やらいっぱいありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。この番組はカフェ&バーカラーの提供でお届けしました。それじゃあまたー。